西区の山陽高校付近の道路です。騒音や速度違反をした車はこちらで警察官により検問が行われています。取り締まりを行ったのは広島西署で、昨日午後9時過ぎから広島市西区観音新町で警察官が検問スペースに誘導された違反者に対し騒音測定する機械を使って説明するなど正しい運転方法を指導していました。西区は県内で車の騒音などによる苦情が最も多く、今年1月から5月末まででおよそ175件に上ります。広島西署によりますと、昨夜の取り締まりで検挙したのは合わせて21件で、そのうち騒音を立てた運転が4件だったということです。いわゆる爆音を立てている暴走車両、これの検問を主な目的としております。今後も継続的に爆音走行している車両に対しては厳しく検問取り締まりを進めていきたいと思っております。